形成性操作タンパク質は、多酵素によって合成される化合物の立体化学を決定づけるタンパク質である。最初の形成性操作タンパク質は、放射子やインターミディアにおいて発見された。このタンパク質は、コニフェニルアルコール単量体からのマイナスピノレシノールの立体選択的な魔合成を支持することが明らかにされている。 リグナンの生合成は酸化酵素によって触媒される。試験管内では反応は二両体化合物の不均一混合物を与える。反応の間に形成性操作タンパク質が存在すると一種類の化合物の一種類の立体異性体が高い選択性で得られる。形成性操作タンパク質それ自身は酸化的ラジカル形成活性を持たないように見える酸化酵素がなければ 反応は起こらない。近年、2番目のエナンチオ双補的、形成性操作タンパク質が白いヌナズナから発見された。この酵素はピノレシノールのエナンチオ選択的合成を支持する。リグナンの生合成において、酸化酵素は水素原子プロトン強約型電子移動によって、モノリグノールから水素原子を取り除きラジカル中間体を形成する。これらの中間体は次に、 ラジカル停止反応に連結し、リグナンとして知られる様々な二両体の中の一つを形成する。酸化酵素存在下でのコニフェリルアルコールのインビトロ反応では様々な濃度の様々な異なる二両体が得られる。フォーシシアインターミディア由来の形成性操作タンパク質が存在するとピノレシノールの生成が著しく強化され、その他の生成物は極めて少なくなる。 この強化が非常に明白なため、形成性操作タンパク質はピノレシノールのみを生産し、様々な不均一混合物が生成するタンパク質が介在しない連結反応と競合しているとの仮説が立てられている。これは異なる濃度の形成性操作タンパク質存在下で生成する様々な混合物を分析することによって確かめられている。 この立体選択性が達成される機構は現時点でよくわかっていない。しかしながら酸化酵素がなければ反応が進行しないため、形成性操作タンパク質自身はラジカルを形成するためのコニフェリルアルコールの酸化を触媒しないように見える。フォーシシアインターミディア由来の形成性操作タンパク質存在下でピノレシノールの生成が大幅に強化され、 その他の二両体生生物の生成は阻害される。フォーシシアインターミディア由来の、形成性操作タンパク質の活性は、コニフェリルアルコール特異的である。ピークマリルアルコールや、シナピルアルコールといったその他のモノリグノールが、形成性操作タンパク質存在下で、酸化酵素とインビトロで反応した場合、形成性操作タンパク質非存在下での実験と、区別できない。 生成物の不均一な混合物を与える。円変光二色性実験により、放射子やインターミディア由来の、形成性操作タンパク質の二次構造は、主に、ベータシートとループ構造からなることが、明らかにされている。三次構造は解かれていないが、タンパク質は二状体であることが確かめられている。それぞれの単量体は単一のコニフェリルアルコール、結合部位を有し、 全部で二つの結合部位が存在する。一分子のコニフェリルアルコールが、それぞれの部位に結合できるため、二分子間の反応構造が限定されることによって、ピノレシノールの生成が増加し、その他の生成物の生成が阻害される。ありがとうございます。